よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日は本気の人が欲しい、そんなタイトルで話していきたいと思うんですけど、群馬県の前橋に私は自身の3店舗目となる飲食店カレー屋さんをやる予定で、これはもう1年ぐらいかけて商品開発からマーケティング戦略からいろんなコンサルティングの方も入れたり、外部の取締役の方今うち入ってますんで、そういう方たちと常に密に連絡取りながら本気のカレー屋さんを前橋でやる重要なピースであるもう一人の社員さんっていうのを募集します。ちょっと初めて見る方もいるかもしれないんで、簡単に自己紹介今日はしたいなと思うんですけど、私は1年半前まで普通のサラリーマンをしてました。で、脱サラして今こう撮影している東京の神田でだるま酒場っていう群馬の食材使った上州大衆酒場っていう居酒屋を経営してます。で、半年前に赤坂に2店舗目となるエビとカキの専門店をオープンしたわけですけど、次の3店舗目は前橋にカレー屋さんを出す、そんなプロジェクトになってます。私からしたら地元の群馬県のシャッター商店街である前橋の中央通り商店街で地方創生だったり地元をどうやって盛り上げるのかっていうのを考えて考えて店作りっていうのを一からする、建物を建てるところの打ち合わせから入る、そんな初めてのことを今回は挑戦しようと思ってます。この3店舗目に関する熱量は私自身すごい高くて、もちろん1店舗目2店舗目もすごい熱量高くやってきたんですけど、参入してくれてる人たちが超有名な永山由子さんっていう建築家の方だったり、ジーンズメガネの社長さんがビルのオーナーだったり、そういう大物たちから期待されて本当に戦略を練ってやるプロジェクトって私は呼んでますけど、本気でいいカレー屋さんを作りたいなっていうふうに思ってます。飲食店の食通しになるべく抑えた方がいいってどんな人も言ってます。私自身もそう思ってますけど、神田が食通し800万、赤坂が食通し1000万に対して、この前橋のカレー屋さんはおそらく食通しが3500万から4000万円かかる、そんな大きなプロジェクトに初めて私は挑戦するわけですけど、本気でいいものを作って本気でお客さんに喜んでもらって必ず世界に進出する企業になりたいなと思ってますし、そういうブランドを作りたいなというふうに思ってます。神田の群馬の居酒屋も赤坂のエビとカキの業態も同じような感じで思ってますけど、特に3店舗目のこのカレーっていうのは今までこんなに準備して飲食店を作ったことがないんで、本当に素敵なことが起こるんじゃないのかなって思ってます。そんなカレー屋さんで働きたいって言ってくれる方もしいたら募集したいです。本当に本気の人だけ来てほしいです。で、年齢とか今までの職業とか経験とか何も気にしないです。本気で自分が会社を大きくしたいんだとか、本気で世界で戦える飲食業界を牽引するような会社で働きたいんだ、飲食業界を盛り上げたいんだ、飲食店で何か成長したい、何か成功したいんだ、そんなような人があれば、もう何歳でもどんな人でもいいですからお待ちしてます。給料に関してそういうなんかいろいろ詳細が欲しいって思う方いると思うんですけど、本当に経験に応じてっていう風にそれだけは考えてます。でも最低ラインを月給25万円で今考えていて、それ以上は支払いますけど、どんぐらいの熱量あるのか、どういう今までバックグラウンドがあるのか、そういうところを加味しながら、上は正直何も考えてなくて、どんな人が来てくれても対応できるように金額設定っていうのはしていきたいなっていう風に思ってます。で、休みに関しては月6休みぐらいになると思います。で、ボーナスも今まで過去の状況で言ったら社員には出てるんで、まあ、金額はその利益ベースによって変わってきてしまうんですけど、ボーナスはあります。で、法人なんで社会保険だったり年金だったりそういうのはちゃんとやってるんで、そういうのは安心してくれればなと思います。もしちょっとでも興味あるな、別に絶対入りたいじゃなくてもいいですよ、ちょっとでも興味あるなとか、ちょっとでもその店で働いてみたいなと思う人がいたら、アルバイトでも社員でも取りません。なんか私のインスタグラムの DM に飛んでもらって連絡くれれば必ず対応しますし、群馬県とか東京とかそんぐらいの関東っていう近場で言ったら私から会いに行きますから、ぜひご連絡いただければなって思います。どんな方でも本気だったら次の日に私会いに行くぐらいのつもりで、営業終わって夜に行きますから、迷惑かもしれないですけど、まあ、なんで、まあ、そんぐらいの気持ちで私も動いてるんで、本気の人いたらぜひぜひ連絡ください。これをなんか YouTube で話すことって正直違うかもしれないですし、今まで私を見てた人の目っていうのはちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、正直言ったら脱サラしてこのお店を最初神田で始めた時、
群馬のものを使って群馬の居酒屋をやって群馬にちょっとでも貢献したいという気持ち間違いなくありましたけど、私はそれ以上に自分が食べて従業員に給料を上げて、そういう経済的なことを第一に置いて店の理念というか店の目標みたいなので動いてきてて、でこの2店舗目の赤坂っていうのもどっちかっていうとどうやったら収益を多く上げて店舗展開のスピード上げれるだろうって、どっちかっていうと本当にビジネス寄りというかお金稼ぎの手段として飲食店の店舗っていうのを考えてたのがこの2店舗目だったんですけど、本当になんか店舗をやっていろんな人と話していく上で自分の人生において本当になりたいことは何なんだろうって考えた時に、絶対に最後のゴールがお金じゃなかったんですね。それが地方創生なのか自分の実力を海外でどこまで表現できるかみたいな、そういう野心的なものなのか、そういうところにやっぱりなんか自分の信念っていうかパッションはあるなっていう風にこれは自分自身ですごい感じていて、なんで今回の前橋のカレーっていうのはマーケティングの観点とかで言っても絶対前橋より高崎で出した方がお店としては集客楽でしょうし、そういういろんなことを度外視してこの前橋のシャッター商店街でやりたいなって思わせてくれる人たちが結構周りにいて、その人たちの熱量に感化されて感動してやる、なんか飲食店をやろうっていう感覚じゃなくて本気で自分の地元を良くしたいと思って、地元に誰かが足を運ぶようなきっかけになるような店を作りたいとか、もううちの店じゃなくても前橋の街ってすごいよね、群馬県ってすごいよねっていうのをどんだけ発信できるかっていうのが、なんか今回この3店舗目に付随した自分にとってのミッションだなっていうふうに思ってるんで、できればそういう地元を盛り上げたいとか群馬に本気になれる人、前橋に本気になれる人が来てくれたらすごい嬉しいなって思います。なんかそれが将来独立した人とかでも全然いいです。1年だけでも本気で働きたい、そういうのでも全然いいです。私の持ってるノウハウとか私の知ってる人脈とか全部その方には共有して、あそこで働いてたんだよって言ってもらえるような人材っていうのを育てたいなっていうふうに私自身も思いますし、なんかどんな思いでもいいです。本気で働いてる間は熱量込められる人だったら誰でもいいんで本当に待ってます。だから超硬くなってるかもしれないですけど、でも今本気なんで、なんか今が一番なんか人生に対して本気で向き合ってるっていうか夢中になってる期間が、まあ、30目前にしてなってて、まあ、それに一緒にやってくれる人いたらぜひぜひ本気のパッションパッションパッションっていうような DM くれたらもう泣いて喜びます。今日は本当になんかただの募集動画になってしまうんですけど、もし最後まで見てくれる人いたらありがとうございます。なんかこのまま群馬県の前橋で本気でいいもの作って、この飲食店を始めて2年間の集大成みたいなところがこのカレー屋に出るんじゃないのかなと思ってますんで、ノウハウ全部使って人脈全部使って本気の最高のカレー屋作りますんで、見てくれてる人は多分社員候補じゃなくて来てくれる人の方が多いと思うんですけど、どんな人が採用されたのかっていうのを見ながら来てもらえるのも面白いと思うんで、来てもらえたら嬉しいです。またちょっとしたらアルバイトの募集動画っていうのも作りたいと思いますんで、アルバイト募集の方、まあでもこの動画見てアルバイトしたいなと思ってくれる人がもしいたら DM ください。ぜひぜひよろしくお願いします。一緒に最高のカレー屋さん作っていけたら嬉しいなと思います。今日は動画最後まで見てくださってありがとうございました。もしよかったらいいねとコメントもくれたら超嬉しいです。ありがとうございます。ではまた。Let's see.